主人様、あのすみません、あの本当にすみませんでした。びっくりさせちゃって。普通驚いちゃいますよね。お家に帰ったら知らない人が待ってて、お帰りなさいなんて言われたら。あの呪文って事情をお話ししたいなって思うんですけど、聞いていただけますか？自己紹介しなくちゃですよね。私って言います。それでですね、この格好からお察しいただけるかなって思うんですけど、私いわゆるメイドなんですよ。と言ってもまだまだ半人前の見習いメイドなんですけども、でも早く一人前のメイドになれるようにって頑張ってます。すみません、私関係ないことばっかり話しちゃってますね。はい、すみません、それを説明しなくちゃですよね。あのですね、私のご主人様になっていただけませんか？ダメでしょうか？すみません、唐突すぎですよね。その私ずっと探してたんです、ご主人様になっていただける方を。ここどこだろう。携帯の電池も切れちゃったし、足の豆は潰れちゃうし、もう遅いし、どうしよう。タクシーも通ってないし、調子に乗って遠出するんじゃなかったよ。何か。いえ。いえ、大丈夫ですから。その道に。ですが、なかなか通らなくって。それがその携帯の電池切れちゃってて、でもそんな、お仕事で疲れ切ってるんだ。それなのに見ず知らずの私のために。その時思ったんです、お仕えするならああいう方にって。
メイドのお仕事はご主人様を支えることですから。あの時あなたの力になりたい、笑顔が見たいってすごく強く思ったんです。あんな感じは生まれて初めてで、それでですから、唐突で無理なお願いだとは思うんですが、私をメイドとしておそばに置いていただけませんか。だって私メイドですから。お願いします、ご主人様。